ミュート、そっちか。音出てないって、そっちの音出てないね。音、聞こえないよってことか。意味わかった。こっから音出ちゃってるよってことかと思った。こっから、イヤホンから。そういうことか。音聞こえてないよってことね。今日は金曜ロードショーさんのコナン君を見ていきたいと思います。そうダッシュ、もうとりあえず一番最初にテレビをつけ、ショールーム配信を始めてミュートにしてイヤホンを挿して全部ダッシュ。初めて見ます。ラバヤンさん、トラクエローさん、トシさん、ハートありがとう。今日はメイクちゃんです。メイクぴょんちゃん、素敵。アイちゃん、素敵。アイちゃん、高畑純子さん、違う、合ってるか違うかだけでお願い。知りたくない、まだ。もっとおほほほほしか聞いてないちゃんと聞いてから。高畑敦子さんなんですか。待って、知らなかった。まず純子さんだと思ってた。高畑敦子さんです。高畑純子さん、あ、敦子さんかも。さすが財閥その子ちゃん。え、てか私すごくない、あのおほほほほで当てたの。合ってるか分かんないけど、盗撮、盗聴、盗撮じゃないや、盗聴してる、このおじさん、ヤバおじ、ヤバおじ。八丈島ってどこですか。何県なんだろう。あ、本当にあるんですか。そうなんだ、本当にあるところなんだ、東京都。すいません何も知らなくて。てか今さ、左耳から外したイヤホン右につけたよね。むずない、つけんのつけんのむずない。うちの母親が八丈島、めちゃ身近に八丈島の人おった。
警察、白鳥警部か、警察知ってる、あの警察知ってる、1時間も何すんの、10分でいいんだがね、てかそこでホテルの部屋一緒なんだね、こういうのってさ、女の子と女の子でさ一緒にさ泊まりたいとか思わないのかな、友達と一緒に泊まりたい、やばい、むずいわ、難しい、ハロウィンの花嫁めっちゃ簡単だったじゃないですか、なんか簡単だったじゃん、あれ、これむずい、ハロウィンの花嫁って黒の組織出てきました、出てないよね、多分私黒の組織出てくるとむずいんだ、コナンくん知識がないからさ、わけわからん、しかもあの登場してたおじさんとコナンくんはなんでつながってんの、え、どういうことみたいな、そうだ、私多分黒の組織が出てくるとちょっと頭迷子、でもこれ愛ちゃんのお話ですよね、なんか灰原愛ちゃんがめっちゃいい子みたいな話でしょ、確か去年めっちゃなんかわーってなったよね、だから愛ちゃんのお話だからいいや愛ちゃんのことだけ考えてます、あの人 FBI って何、新しいやつは謎解きさんの橋本さん、え、新しいやつってどっち、今のこの新しいやつ、これ今からの今の100万ドルの道しるべのやつどっち、 FBI アメリカの警察、あ、そうやってください、そうやって言って、カタカナで書かないで、何でもカタカナと英語で書かないで、 FBI って言ってくれれば、言ってくれればじゃない、言われても分かんない、道しるべ、あ、道しるべわかんない、うん、だってまだあと1年、あと1年後、愛ちゃんの生い立ちは知ってます、てかお腹いっぱい、あ、もうダメだ、あ、この人爆弾爆発なんかめっちゃ、え、銃うまい人、あ、知ってるわ、あ、え、銃うまい人と今の盗聴おじは同じ人ってこと、 OK、 理解理解、あ、しかも大学生に変装してって言ってた、待って、うちより年下に変装してるやん、やば、気まずおじいとか言っちゃった、気まずいて、
パパ、あ、パパ酔っ払っちゃったのね。早っ。誰？やばすぎコナン君。やばすぎジャンプ力。ラビットジャンプ。ヨッシーさんハートありがとうございます。やっぱ分かんないや。まあでも見ます見ます。アイちゃんのお話なんでアイちゃんを見ます。村月さんハートありがとう。哲也さん、高野さんハートありがとう。今日は服をめっちゃ薄めにしました。なんか全体的にまつげも全然でしょ、束感も全然ないし、目元もうっすらって感じ、肌も薄めでもいい感じ。やっぱアイライン引けばなんとかなるな。なんとかなるな。明日は午前中に配信します。午前中昼間ぐらい、10時11時12時ぐらい。よろしく。バレとるやん。このおじさん、白髪おじは誰？白髪池おじ。黒田さん誰？警視庁の偉い人。へえ。
わかんない。なんで高畑さんだけあんな分かったんだろう。え、どうやってさねじりハーフツインってやるのかな。これできてる？あ、まあ、できてなくはないか。でもなんかメイクさんがやるより安定感ない。でもこうやってやったら握手会とかだったらこれぐらいの緩さでもいけるか。海の中。浮いてるってこと？パシフィコ横浜もじゃあ海の中ってことですか？ね、バカみたいな質問してる今。これ全然痛くない。ちょ、ピンもう一本ないな。ピン一本しかなかった。うちらじゃあ海の中で握手会してんだいつも。かわいい？パシフィックが海洋って意味。あ、そうなんだ。片っぽしかできないけど、ピン一本しかないから。あっちにある。こんにちは。よろしく。パシフィック。あ、太平洋。髪型可愛い。え、嬉しい、ありがとう。ピン一本でできるよ。すごい、どうやってあんな風に髪の毛生えるんだろう。普通のハーフツインし、ファーストアクセス。むずい。老若認証。どういうあれ？あ。
あむずいむずいむずいむずすぎ、生い立ちむずすぎ。すごっ。じゃあうちがおばあちゃんになった時もわかるってこと？すげえ。ね、知りたいよね、自分の将来の顔。あーなるほどね、すごいいいシステム。だってそのさ、ハーフツインってむずいんですよ。コーヒー、そういえば、これだけなんか来てる人、危ない。大丈夫そう？人二人来てるけど。ハーフツイン片一歩とねじりハーフツイン片一歩。シルブプレ？ナオミさん殺されるよ、危ない。一人になったらコナン君って大体殺されるんだから。おい、こっち側大人っぽい、うちかわいい。老若認証でどこにいるか分かるよ。お、コナン君。リボンつけてみた。そうだよね、この人たちどうやって入ってきたんだろうと思ったけど、そういうことか。そんなシステムもあるんだ。警視庁射殺部、確かにどうやってトイレ入れ、だって絶対もうグルやん、絶対怪しいグルだ。メール送ろう。こんばんはるぴょん。
旦 CM です。メール送ってます、すいません。メール送ってます、すいません。テレビとハルピョン同時に見るのむずい？ハルピョンは声だけでもいいよ。でも声だけもむずいよね。どっちみたいな、どっち聞くの私今みたいになっちゃうよね。トゥ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 ターミネーター、なんかさ、ピョンズがさ、みんなさ、なんかさ、もういいよ、みんながさ、あのアップティー着た様子をさツイートしてくれててさ、優しい。ピョンズがピョンズのためにやばい。すごい、そんな手元だけで。フランクフルト。やばいやん、愛ちゃん。愛ちゃん急になんか、こっちもハーフツインにしたら、でもリボンないからやめよう、片っぽだけでいいや。手に入っちゃってるやん、システム。おっぱいすごい。そんなこともできんの？
黒の組織人出てきてちょっと難しい。あの観覧車のさあ、キュラソーだ。え、キュラソー死んだっけ、あの観覧車の時。そんな結末だっけ。ジンは誰？確かに、え、コナン君もやばくない？子供たちは守った。ジンは髪長い。ああ、オッケー。ゴリラみたいじゃない方ね。了解。他がもう一人の方ってことね。怖っ。突然の事件の香り。あ、この音なんかで見た。七つの子がなんちゃらかんちゃらこんちゃらで。いるみたいな。待って、私が一番苦手としている系のアニメかも。今日カタカナしか出てこん。頑張れ自分。カタカナ苦手なのにカタカナばっかり出てきてちょっと辛い。黒の組織の大ボスがカラマス、カラスマだからカラス。あ、そうなんだ。カラスの高校出身かと思った。怪しそう、このインド人のなんちゃらさん。ちょっと待って。
ただいまちょっとトップコートがね取れてきたので、トップコートを取ってもう一回付け直します。剥がれてきちゃった、だいぶ爪剥ぐよ。ジュン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 ゴミ、この親指だけ取れなさそうだからいいや。剥がすの気持ちいいです。綺麗に剥がれます。ヤマヤンさん、マー君さん、ハートありがとう。ね、CM です今。何タイム？ CM タイム。CM 長くて飲んでんの。明日は。お、コナン君帰ってきてる。こちらのおじさん、なんか大事そう。クジラのおじさん出た。クイズ？やば、絶対絶対当てよう。クジラが怒ったかどうか、どこを見ればわかるかな。1番耳、2番鼻、そこ鼻なんだ。3番口、4番目鼻。怒るを別の言い方にすると怒り、アングリー、プンプン、怒った顔。へえ。目くじらを立てる。そうなんだ。じゃあ正解は目でした。悔しい。
残念、不正解。あら、愛ちゃん、そりゃそうだよね。ダメ、メガネ外したらあんたが新一ってバレる。誰ね、ピスコっていつさらわれたの。知らない。コナン人たらし、ラン姉ちゃんじゃないの彼女。だって他の女にメガネというプレゼントをあげてるっていうわけですよね。やばいやん、撃ち殺されるやん。え、ダメでしょ。え、浮気ですよ。何かに気づいた。怖っ。そのまさか。やばすぎ。やばすぎ。え？強すぎ、すごすぎ、ランちゃんやばすぎ、すごすぎ。イケメンコナン君、あ、ナイス。赤瀬博士どこで何やってんの、早く出てきて。車回せって言ったじゃん。
やっと来た。パパこれだったらぶっ飛ばすよね。そうなんです、助けてコナン君、バレたの。コナン君ってさ、なんだかんだドラえもんですよね。もうアガサ博士っていう人がいるからこその。あれだと思うけど、なんでもかんでも道具出てこん。かっけ、ぶつけてでも止めたるわい。あ、やばい。水の中だよね。かっけー。すっごっ、水上スノボみたいな。やば、どんな小学生、高校生だったとしてもよ。なんかにぶつかる。何？潜水艦？ああ、飲み込まれてるやん。いや、生還できたんがやばい、すごい。
かっこいい。コナン君がガチだ。めぐれ警部、子供の話ちゃんと聞いてくれる大人好き。防水じゃない？新一、でも新一が来たらもっと大変よ、黒の組織。あ、薬飲もうとしてんだ。大人になるやつだよねあれ。なんかでも良くないんだよね、副作用半端ないみたいな。断片的なコナンの記憶。昔の愛ちゃん、なんかゴミ箱に、ゴミ箱捨てられたやん。あ、博士。え、怖い怖い怖い。あ、なんかいろいろ怖い。夢か。なんで？連れ去られた人？手縛られちゃってるやん。え？知り合い？
気づいた。ゆるゆるに縛ってそう。なんていうの？体調不良？あー。でもそう言うしかないよね。子供たちに。飲みすぎ腹痛？飲みすぎ腹痛？ランちゃんに殴られたところか。そういうことね。潜水艦も消せるんだ。映ってないんじゃない？え、アガサさんの車も消したの？なんで消す必要あったん？アガサさんの車。来週シンデレラ。来週。暇だわ。気まず。いい人かっけえ。
この人が大人になった姿を、あ、そういうこと全然違った。やっぱそうじゃん。確かに言えないのか。あ、誰を潰すの？びっくりした、もう倒れてると思ったら犬だった。あ、やっぱインド人怪しいって。犯人半沢さん、今メールを書いてます。何？レオンハルトはでもあの金髪さんでしょ、さっきの。だから違うんだよ。嘘だよ、これはさっきの変装した。死んだやん。むずいむずい。でもさ、普通男の人ってさ、このコップ拭きます？リップで。フェイク動画。え、だよね。
やまあ拭く人もいるのかもしれないけど、えすごい着眼点でも怪しない。いや彼らぐらい言うでしょ人間。盗聴器で聞こえてんのか。どういうこと？マリオさんは今何？怪しまれてんの？それとも殺されそうになってんの？どっち？危ないから保護してねっていう電話ですか？よね、きっと。やばすぎ。絶対窓に近づかないようにしよう。これから人生で。やばい。あ、マリオ。なんて組織なんだ。
誰あけみ、あけみ誰、あけみ今の女の人誰、字幕付きだから名前わかるけど誰、あけみ、あけみお姉ちゃん、あお姉ちゃんなんだ、オッケーあけみ誰、親愛なる姉、ね、に言えなかった、親愛なる姉、ね、明美は生きてんの、明美はもうお亡くなりなんだ、お今日ホークス勝った、姉ちゃんの男がどういうこと、お姉ちゃんの男版が赤井さん、どういうこと、あ彼氏さんがってこと、そんな男って言わないでよ、彼氏がって言ってよ、そんな言い方悪いよ、実況して、あ実況っていうか本当にわかんない、待ってさっきの金髪と同じ髪型してるやん、この CM の人そう私は解説っていうか、え何これどういうことって聞いてるだけ、みんなに、あクジラのおじさんじゃん、気になるこのクジラのおじさん、来たー潜水艦、はい車から脱出しそのまま乗ってて、あ、うん、聞いとるやん、
完全にあれじゃん、もうなんかグル、え、何仲間なん、むずいって。じゃあ、あの緑の装置は絶対ダメってこと？え、どうしたらいいの？逆にすげえ。え、待って待って、むずいむずい、あ、待って、逆に緑をレバーをビッてやって魚雷発射して、この女の人の声知りたいな、誰だっけな、この声言わないでね、みんなは聞いたことあるんだよね絶対。愛ちゃん、愛ちゃん、いってらっしゃい。30m だっけ、頑張れ。なんか海まで潜ってくれる機械だって。やばいやん、やばいやん、バレるて、あかん。緑は引いちゃダメよ、あ、待って、ウォッカ来て緑引くんじゃないで、え、やめて本当に、もうだったら殺しちゃえみたいな感じで、あかん、やめて、ナオミを引き合いにするんだ。
これで70秒経たないかな。やばい、早く出て。出てた。コナン君。やばい、追われる、コナン君追われる。次、天熱さんハートありがとうございます。やばい、もうなんか終わ、なんか一難去ってまた一難的な感じ。給料あげたい私に。ありがとう、ありがとう、もらいます。髪の毛かわいい、ありがとう。こっちはねじりハーフツインで、こっちはハーフツイン、普通のリボンはね1個しかないんだよね。こういう感じでもかわいい、ちっちゃめ。この後ハルピョンに、ハルピョン見て大丈夫、どういうこと、どういうこと、え、グサグサおーみたいな感じってことですか。それはちょっとやめてほしいかもしんないな。グサう、グシャうううううみたいなのはちょっと嫌かも、ちょっとだいぶ嫌かも。ごめん、大きなあくび。CM まで凝ってる、ごめん。CM イヤホン外してる。そう、このイヤホン耳痛くなっちゃうの、だからなるべくね耳につけたくなくて。明日新作見に行こうかな、行ってラッピー。あの言ってなかったんですけど、皆さんにメールでねもうお伝えしたりとか、ウィバースでお伝えし、お伝え、ウィバースであんまり伝えてないか、メールでお伝えした、メール取ってくださってる方にはもうお伝えしたことなんですけど、実はほんの、あ、入っちゃった、やばすぎ、入っちゃった、すいません、入っちゃったんで、ちょっと、あ、そっちの潜水艦追ってんだ、潜水艦ってかスクーター、もう一個用意してたんだ、スクーター。博士天才、あ、頭、あれは頭、
二人ともメガネないけど、バレちゃうよ。コナン君背負ってた。あ、ごめん、顔しか見てなかった。コナン君かっこよすぎてごめん。あけみ、いっぱい作ったってこと。アイちゃんの顔、いっぱい生まれさせたんだ。いろんな愛ちゃんを、あ、変装？なるほどね。やりおる。誰？あ、カラスマ？確かに黒の組織名札つけてほしい。マジでそれ。ジンとかウォッカとか言われてもさ、まずお酒の名前もそんなに知らないし、ほろ酔いと氷結としか知らないのでほろ酔いと氷結にしてほしい名前。したらわかるんだけど。ほら、やっぱりじゃあそうなんですよ。あ、服？お！リップ吹きました。はい、橋本名探偵です。ってことは女の人だ。インド人じゃなかった。え、強くない？あの女の人、あのラインハルトボコボコにできる力あるってこと？強っ。でもどれか分かんない。女の人、どの人だ。コナンより先に気づいちゃった。でも女の子、女子だからっていうか、
こうメイクする人だからわかるあれだよね。てか別に私リップ拭かないけど、こうやって拭かないんかい、じゃあなんでわかるんやいって感じなんですけど、やばい、うち名探偵になれるんちゃう、名探偵になれるんちゃいますか。あれ平次、平次じゃない、平次の彼女、カズハちゃん、名探偵になれるんちゃいますの。いや、やっぱ天才でした、ごめんなさい、すいません、天才でした、すいません。名探偵でした、ごめんなさい。なぜラインハルトを倒せたか、え、めちゃめちゃただただ強かった、以上。めっちゃ強かった、以上。今日ある借り系、生産借り、椅子用意されとるやん、この今降りてきた、あ違う警察だったこの人ってこと、メガネの女の方、ディープフェイクです、本当なの、です、です、です。あ、ラインハルトじゃなかった。レオンハルトだった。ラインハルトあれだわ。ロミジュリだわ。
じゃあガタイ良くない結構。私もです。私も強い違和感を覚えました。チュチュルチュチュン。え？男なん？はい、そうです。うわ、すっげえ変装うますぎー。男やん。メンズやん。変装うますぎ。ハルピョンも髪の毛取ったら男の子に見えるかな。いや私は無理よ。きっと無理よ。体格がどうしても無理よね。実はメンズでした的な。アイドルやってますが、実は低い声。うさぎのようにぴょんぴょん飛び跳ねるのはありがとうございます。今日も自慢のラビットをジャンプで皆さんにきっと一笑顔を届けしちゃう。なんかやだってやらせたの皆さんですからね。いやいやいや、なんかやだ言うてますけど、やらせたのあなたたちなんで責任取ってもらってすいませんが。ひどない？やらせといてなんかやだ。ひどいっすよそれは。でも考え方は割とメンズに近いかもしれない。私
あ、そうだから殺したってこと？なんかやばそう。でもこの人ラン姉ちゃんに一回負けてる男でしょ。ほら、そりゃそうだよね。誰？あ、かっこいい。イケおじ。あ、コナンくん。コナンくん悔しい。コナンくんてか新一。偽の映像。コナン君は左に曲がんの？左に曲がったよ。自分のピアスのせいで気づく。いや、そん時からコナン君早っ。負けました。すいません、コナン君より早く分かったとか言ったけど、すいません負けました。あかん、正体バレてる。よかった。
マンくんだけは話してくれてよかった。かっきなに？なに？これ面白いですか？悪魔ゲーム見るか迷ってんだよね。めっちゃおもろい、おもろい、面白い、録画は多分あれしてない、待ってしてない？してあるはず。やばいかも。いや待って、でも悪魔ゲームって言っちゃうんだからHuluに入ってるはず。悪魔、うん入ってる、Huluに入ってます。大丈夫、最悪大丈夫。今日もインスタあげなかった、ごめん。やらかしピーマン、なんかいつもさ時間だと思ってさやめちゃうんだよね。そうまだ時間じゃないやと思ってやめて。待ってめっちゃすごい、なんか表作ってくれてる人いる、黒の組織について。やばい始まった、あ違ったCM だった。あの灰原愛ちゃんを、あ、キール CIA って何ですか？すごい、公安と CIA と FBI のスパイがいるんだ。あーもう難しい、やめてほしい本当に。 BND CSIS M16、 あ MI6 かな。めちゃめちゃスパイやん、なんだてか黒の組織ってこんなにいるんだ人間。ね、思わない、こんなにいるんだね、スパイ多すぎやろパパやばすぎ。ありがとう、私の疑問解いてくれて。デコイって何と思った。あ大学生盗聴王子、
電話と電話で電話してる、おもろい。急に酒の名前やん。コナンの人脈、確かにそれな、マジでそれな。 FBI とか公安とかと仲良くしてるってことでしょ。やばくない？そんな高校生、どんな高校生。おっぱいすごい。あ、ごめんなさい。すいません。ちょっとポロッと。ごめんなさい。グレースではないんですよ。グレースではなくてコンローなんです。なんだっけ、名前忘れた。ピンが、やばい。なんで？あ、そういうことか。おとりってそういうことね。え、でもコナン君それ使っちゃったら魚雷と勘違いするんじゃないの。何か招待して。間に合ってないんです、コナン君。助けてください。SOS なんです、コナン君。あじゃあじゃあじゃあ。ああ、国のお金膨大に絶対かかってんのに。税金が。
どうする気？バッテリーないらしい。やばすぎ。やばすぎ。すっごっ、こんな光んの？花火。あれってさ、サッカーボールも出るし花火も出るってこと？すごすぎ。でも坊や死にます、もうやばいです。坊や、坊や危険です。愛ちゃん早く、愛ちゃん坊やが危険なの。見つけた、坊や。そうなの、バッテリーがないのそれ。もう助けて。絶対おこなんだけど、蘭姉ちゃん。ちょっと待って。心が痛い。かっこいい、しんいち。アウトだけどかっけえ。
わ、爆発しそう。逃げれたんだ。黒の組織たちは。ピンがお亡くなり？そっか、ピンがお亡くなりにならないとコナン君の正体がバレちゃうんだ。それは良くない。あらら、ピンがお亡くなりでした。待って、おう、ランちゃんの前ではやめて。そういうことね。やばい。あ、牧野さんは沢村さんだったんだ。この曲聞いたことある。何をもだえているのか。え、愛ちゃんごめん、ランちゃんがとか言ってごめん。本当に、はあ、あ、マリオよかった、生きてた。流れるな、ドゥ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 ルル。去年めっちゃ聞いたこの曲、確かに。てかそんなことよりブローチのおばさん気になるんだけど、あれだけしか出てこないの、ブローチのおばさん。そんなことある？これ誰なんだろう。さっきのエンドロール見逃したの。調べちゃおう。バレてるやん。あ、ここで
ベルモットでしたって言うんだ。待って、あのおばちゃんベルモットだった説ある？それはない、さすがにないか。おばちゃん、当てちゃった。ごめんなさい、なんか当ててごめんなさい。行営体験おもろ。今私自分自身にも行営です。すいません、なんかまあまあでもそうだよね、だってあんな一番最初に出てきてさ、出てこないわけないじゃないですか、そりゃ。はい、いやわかるて。あの人普通の声優さんだったってこと？名前忘れちゃった、誰だっけ。さっきの人、女の人、でも聞いたことある声だなって思ったんで、絶対どっかで聞いてるんですよ私。ね、あの女の人名前忘れた、なんだっけ、登場人物、江戸川コナン、警察関係者じゃない、黒の組織でもない、宮野明美、違う、沢村さん、あ全然普通に声優さんでした、めちゃめちゃ。え、何に出てるんだろう。じゃあ私が聞いたことある声だったっていうだけですね、きっと。じゃあすいません、なんか広赤のレディーナガンです。アーニャに出てる？アーニャのママ？ママ役？もしや。どれ？アーニャ。スパイファミリー。あ、え、普通にアーニャをやってた。え？アーニャあんな声だっけ？アーニャあんな声だっけ？まあでもそういうことか。聞いたことあるってことは。めっちゃ聞いたことあるってことは多分めっちゃ聞いてたってことなんで、きっとアーニャの方で頭がアーニャで覚えてるんだと思う。
いや、こっち説もあるぞ。こっちかも。デイズっていう私が一時期ハマったサッカーアニメのキャラクター、分からん。でもアーニャな気がするな。アーニャかも。アーニャだと思います。こんだけめっちゃ聞いたことあんだよねってなるってことは多分アーニャだと思います。すごっ、私聞いたことあるってだけしか当ててないけど、すごっ。アーニャはねめっちゃ聞いたからね。いやでもアーニャの声と違うよね。ちょっと違う、ちょっとってかだいぶ違うよね。すごいな。いや全然レディーナガンかもしんないし、他のアニメかも。ごめんなさい。でもいろんな声出せるってすごい、本当に素敵。ということで一緒に黒金のサブマリン見ていただきましてありがとうございました。いやちょっと今回は私の推理が光った回でしたね。でもハロウィンの時のさ、こうやってやる、え、なんか当てましたよね。なんかもだし、ちょっと私コナン君になれるんじゃないっていう感じなので、あの高山みなみさんと交代してこようと思います。はい、ちょっと交代してこようと思います。か青山剛昌さんと交代しようと思います。頑張ります。作者だって、だって、え、これって推理考えてんのって、まあ、作者じゃないか、さすがに違うか、誰か別のなんかそういうミステリー系を考える人がいるのかな。いやでも愛ちゃんね、ね、なんかねっていう気持ちです。ごめん、キスとか言ってごめん。え、見た目は子供、頭脳は大人、いけちゃうんじゃない私だって、ほら見て、よく言われる、ま、24には見え、23には見えないよって。あ、いけちゃうんじゃない。そうですよね、
本当にむずい、愛ちゃんみたいな気持ちでしたけど、まあコナン君が人たらしってことだけは分かったんで、かっこいいけどちょっとイラついちゃうかも。私がどういうこと？よくわかんない質問だった。人たらしっていう点では柏本さん、私人たらしですか？マジで全然だけど、全く人たらしじゃないんだが。人たらしじゃないよね、全然。人たらしだったらもっといやめとこう、こっから先は。人たらしじゃないですよ、全然。沼じゃないよ、私なんて沼じゃない、もう浅瀬ガタです、ガタ日ガタです、はい、小鹿半島の日ガタですぜひ TVer さんで見てください。そう、さっき言おうとしたことはもうなんか3日前ぐらいからめっちゃ言おうとしてたんですけど、なんと私ずっとずっと行きたかった配給の映画を見に行ってきました。やべえ、マジでやべえ。まあね、もうメールとかウィバースとかでね、ちょっとちらっとは言ってたんですけど、マジでやべえ、本当に、マジ行ってよかったし、そう、ゴミ捨ててきた、ゴミ捨ててきました。ツイッターではゴミ捨ててきましたって書くつもりです。マジでやべえ、本当に。なんかもう最初から泣いてた、うち一生で、ちょいちょい笑いポイントが出てくるんですけど、もうなんかもう無理だよね、はあ、みたいな。もう終わった後のもうちょい長くやってもよかった感、どういうこと？映画の上映時間ってこと？あれってなんか、まあ、私も聞いた話なんで知らないですけど本当なのか、あれってあれらしいですよ、実際のバレーの試合時間3ゲーム分となんか同じみたいな、作られ方が一緒みたいな。ちょっとあんまよくわかんないけど私もそう、でもそういう分数、そういう時間配分で作られてるらしい。すごくない？わかんない、なんかあれでやっててテレビで、何でしたっけ、特集みたいな、配給の特集みたいなテレビでやってて、それ見て言ってた。てか黒金のサブマリン Hulu に入ったんだが、おっと、もう入っちゃったんだが、おっと Hulu 早、仕事。そう、あのね、普通の映画よりちょっと短いぐらいですね、全然時間としては1時間15分
1時間20分ぐらいしかなかったので、普通の映画よりは全然時間的には短い上映時間だったんですけど、でもなんマジで満足、本当にえすっごい満足だし、何回でも見たいって思うし、次もし、まあ、多分行かないと思うけど、もうね、でももしももう一回行けるってなったら、あれです、配給を全部見てからもう一回行きたい。もうそっちの方がマジでもうねねえって感じになるんで、いやあの目線カメラいいよねこれは見た人にしか伝わらない、あの目線映像めっちゃいいです。あれがよりなんかこの気持ちを動かしてくれるというか、いや何よりマジでツッキーみたいな気持ち、このツッキーとクロウさんのこの感じもなんかおーみたいななるし、なんか普通にもう配給を見て、なんか私がね見てくださいって言ったんで見てくれてる人はもう泣けると思う、余裕で。誰かが活躍するっていうよりも、もう全員が主役みたいな感じ、全員が活躍します。あの試合終わった後のさ、いや言わないですけど、この勝敗は言わないですけど、試合が終わった後の、終わった瞬間の日向の一言がやべえんですよ。そう、ね、ちょっと早めに見てもろて、背景見てるよって人は、私もこんだけ引っ張ったんですけど、早めに見てもろてっていう感じです。あのぜひお話し会、あでもお話し会もう売り切れちゃってるっていうか、もう販売終わってんだよね本当に。お話し会で語らいましょうって言おうとしたんですけど、終わってるんですよ。入場者特典変わってから見たい。そうなの、私入場者特典があれの時に見た、あの特典ポストカードみたいなやつの時に見たんですけど、なんかその見終わった後に配給のあれをめっちゃ調べたら、え次の日から、次の日もうちょっとしたら入場者特典変わるやんみたいなところだった。そうおいおいってなったんですけど、まあいいやって感じです。ということで、23時半なんで、こんだけ熱く語っててもね、ネタバレできないし、とにかくいいってことだけはみんなに伝わればなと思います。それでは配信終わります。いやもうあれから私、あの今ロック画面もホーム画面も配給なんですけど、もうなんかね一生いいよね、ほんと頑張れる。なんかマジでよかったマジでよかった。ランキングいきます1位直吉さん、2位一条寺ひかるさん、3位、サプライズレバースアットピョンズさん、4位ギャローさん、5位トラックヤローアットゴリさん、6位西くんさん、7位長月さん、8位鉄道のエイトピョンズさん、9位哲也アットハルピョン大大大好きさん、10位ともゆきさん、11位ベベオンさん、12位あわれピョンチャンシカさん、13位カズさん、ありがとうございます。ということで皆さんありがとうございました。配信、そしてコナン君も一緒に見ていただいてありがとうございました。またぜひなんか金曜ロードショーだったり一緒に見よう配信はこれからも続けていこうと思っているのでよろしくお願いします。そして
明日はお昼ぐらいに、これぐらいもう12時間後ぐらいに会いましょうまた。はい、それではまた、ありがとう。最後にキャッチフレーズをして終わりにします。はい、ウサギのようにぴょんぴょん飛び跳ねるのは春、ありがとうございます。今日も自慢のラビットチャンプで11816盛り上がりの皆さんに切ってきたいがお届けしちゃう、富山県出身春ぴょんこと橋本アルナでした。皆さんありがとうございました。それでは良い夜を、良い土日をお過ごしください。おやすみなさい。ありがとう。待って、目めっちゃ痛い。ごめん急に。ありがとう。またね、おやすみ。私は配給のゲームやって寝ます。バイバーイ。